忍びの者は、村山智義の歴史、時代小説。戦国時代を舞台に、権力者たちに利用される下人たちの悲哀と反抗を描いた作品。1960年11月から1962年5月まで、赤旗の日曜版に連載され、後に映画化、戯曲化、テレビドラマ化もされた。1962年に主演、市川雷造、監督。 山本薩夫で映画化された。リアリズムと醜い権力争いの犠牲者という視点を持ち込んだ作品でヒットにより後にシリーズ化された。1989年大アンケートによる日本映画ベスト150では第146位にランキングされている。本作の大ヒットにより市川雷蔵主演でシリーズ化された。主人公は第3作までが 石川五右衛門。第4.5作が、霧隠れ斎造。第6作がその子である斎造二世。第7作が再び、霧隠れ斎造。第8作がオリジナルの架空忍者、霞小次郎。松方弘樹主演の作品、大英京都制作。雷蔵史を、東映から松方を、レンタル遺跡させ、シリーズ継続。1963年に初演された。主演は、 星名サブロー。ネットテレビ系列にて1964年7月24日から1965年7月30日まで、毎週金曜夜8時からの1時間枠で放映された。主演は品川隆治。全5に話。モノクロ作品。当初は半年間の放映予定だったが、高視聴率だったために半年間延長された。主人公は東映が、 東千代之ヨを当てるよう希望してきたが、プロデューサーの光月は役に合っているという理由で、第二投影にいた品川を引っ張ってきた。明智光秀には、中谷のボルをキャスティングするつもりだったが、出演料の問題で、中谷にそっくりで新人の栗塚朝日を抜擢している。2021年にベストフィールドから、往年のテレビ傑作映画第一話、特集2として、野牛武芸長、 我ら9人の行く先、ゼロ戦国運隊の3作品の第1話とともに収録され、デジタルリマスター版として発売された。ありがとうございます。